ニューギニアやりがたリ,ガタリックーズムシは、リンコディミニー赤に属する陸性プラナリアの一種。1960年代に、インドネシア領西パプアの西イリアンジャヤ州の首と、マノグワリで最初に発見された。環境省指定特定外来生物。国際自然保護連合が作成した、世界の侵略的外来種ワースト100に選定。ニューギニア島原産。外来種として問題になっている。 アフリカ前々の駆除のために太平洋やインド洋の各地の島々に導入され定着している。日本では1990年に沖縄本島南部で発見されたのに始まり、続いて1995年に小笠原諸島父島においても確認された。日本国内の導入経路は不明。体長は40から65ミリメートル。背面は黒から黒褐色で。 縦に細く白い線がある。頭部の先端は、ビブより元がある。夜行性。主に陸生巻貝を捕食するほか、陸生プラナリア類や、陸肥も虫、死んだミミズやモリヤスレを食べるのも確認されており、食性は幅広い。世界各地の固有陸産貝類を食い尽くすことで、絶滅の危機に追いやり、深刻な被害を与えている。日本では、 小笠原諸島父島の片前舞類が壊滅状態となった。特定のエリアにおいて11日間で90%以上のカタツムリを捕食したという研究報告がある。2005年12月14日に特定外来生物の第二次指定対象となっている。本種の根絶は難しく、島を行き来する資材や人間の靴底の洗浄を行うことで、 他の島へ分布をこれ以上拡大させないことが重要となっている。ありがとうございます。